皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、3社合同キャンペーン事前準備、セブンイレブンにて PayPay、LINEPay、メルペイを使って購入する一押し商品はということで、一つ前の動画でもお伝えしましたセブンイレブンなどの、3社合同キャンペーンなんですが、実際に何を買うか、検討されている方もいらっしゃれば、今回の動画を参考にしてもらえればと思います。念のため、キャンペーンのおさらいをすると、スマホ決済の3社、PayPay、LINEPay、メルペイで、その週に100円相当の割引ができたり、あとは100円相当の還元を受けることができて、1週間に合計300円相当、それが5週間あるということで、最大1500円相当ということで、これかなりお得ですよね。このキャンペーンで僕として一番ベストなのは、いかに一度のセブンイレブンでのお買い物で101円以上に近づけるか、もうこれに限るんじゃないかなと思います。せっかくこんなお得なキャンペーンであれば、さらにお得に使いたいというのは本音です。そこで多分ご存知の方も多いと思うんですが、現在ツイッターでも話題になっているセブンイレブンのこのキャンペーンと組み合わせればお得にその週はお買い物ができるというものがありましたので、それがこちらですね。対象のドリンクをいずれか1本を買うと必ずもらえる LINE ポイント50ポイントプレゼントというキャンペーンですね。いやー、この時期にはとてもいいですよね。暑いので。で、対象のドリンクは小さく下に出てるんですけども、アサヒ16茶、生茶、伊右衛門、サントリーウーロン茶、ほうじ茶、多いお茶の6種類ということですね。それぞれ税込み129円ということで、実際に今回のクーポンと組み合わせると、例えば LINEPay 100円引きのクーポンの場合なんですけども、129円のお茶引く100円ということで、これで29円でまずお茶が購入できると。そこから50ポイントの LINE ポイントがもらえるという、お茶を購入するだけでなんと実質プラスになってしまうという、不思議な現象が起きてしまうんですよね。一応このキャンペーン自体は、期間中に対象商品を購入したレシートの QR コードを読み込んで、16桁のシリアルナンバーを入力すると必ず LINE ポイント50ポイントがもらえるということ。そしてキャンペーンの期間として応募期間は8月の5日から8月の18日までとなってます。そしてポイントの引き換え期限は8月の31までとなってますので、期間には注意が必要となってます。なのでずっとできるというわけでもないのでお気をつけください。他にもセブンイレブンでは対象のアイスが 10% 引きのキャンペーンもあります。こちらは8月の18日まで開催中。そしてもう一つは対象のコカ・コーラ社の商品を買ったりすると、炭火焼き鳥の50円引き券プレゼントで、こちらは8月23日まで開催中なので、ちょくちょくこのようなキャンペーンも開催されているので、詳細など気になる方は下の概要欄にセブンイレブン公式ページのリンクを貼っておきますので目を通してみてください。こういったのを組み合わせると結構お得ですよね。なんやかんやですね、ここまでセブンイレブンのお茶のキャンペーン、アイス、そして焼き鳥の割引券など紹介したんですけども、結局僕がセブンイレブンでたどり着くもの、もう僕の動画を見てくれてるリスナーさんならもうすでにお気づきかと思います。それはこちらですね。バナナチップスチョコですよね。やっぱり出てきたかと言わんばかりに出てきてますね。お値段は1つ税込み149円なんですけども、今回のクーポンや還元など含めたら、なんとですね、実質49円で買えちゃうんですよね。もうこれほど幸せなことはないです。多分僕だけだと思うんですけども、ここまで熱くなってしまうと動画が終われないのでここまでにしておきます。けどそれだけ個人的におすすめの商品ですね。そんなこんなでですね、今回はセブンイレブン3社合同キャンペーンの事前準備ということでお伝えをさせていただきました。以前もお伝えしたかもしれませんけども、ぜひですね、リスナーさんのおすすめのセブンイレブンの商品などがあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。